トレールブレイザーとはアメリカ国家安全保障局の通信防止プログラムの一つである。開発をめぐって NSA 内部で激しい対立があり内部告発が行われ国防総省の調査で予算超過や目標見立つが明らかになり中止された。トレールブレイザーはインターネットなどの通信ネットワーク上のデータを解析するアメリカ国家安全保障局のプログラムで 携帯電話や電子メールなどの通信手段を使う人物を追跡しようとした。しかし NSA にはすでに別の施策プログラムが存在し、作動に成功していたため、無駄遣い、詐欺、乱用であるという意見があった。また国内に対する令状のない盗聴は禁止されており、法律違反、憲法違反に加担できないという思いもあった。 NSA 職員の j カーク・ウィービーやウィリアム・ビニーやエド・ルーミスは内部告発を行って会員情報問題常設と区別調査委員会のダイアン・ロークと共に国防総省観察総監室に訴えた。観察総監室はこの訴えを受理して調査を始め2005年中盤までに調査を終えた。調査結果の大部分は秘密で公開された。 報告書は激しく削除編集されていた。オリジナルの報告書は重要機密とされ、閲覧できる人は限られていたが、最終的にトレイルブレーザーの開発は中止になった。不正の告発は連邦議会や上級官庁の観察を仰ぐという制度上認められた行為のはずだったが、国内当庁の原則禁止政策の緩和を進める。 ブッシュ大統領やオバマ大統領からは白眼視された。内部告発者たちは武装した連邦捜査局の捜査官たちに吸収されて取り調べを受けた。政府は国防総省の報告書にサインした人はみんな起訴すると脅して最終的に NSA の上級幹部のトーマス・アンドリュード・ドレイクを追求することにした。ドレイクは内部から報告を助けて プロジェクトについて証言した人物だった。その後、ドレークは1917年に成立した大昔の1917年、情報活動取締法で告発された。ドレークの弁護士は報復だと主張し、告発は取り下げられた。ドレークは、コンピューター詐欺と乱用防止法の経度の違反と、市民的不服従を認めた。市民的不服従はドレークを支援した。 ジェスリン・ラダックの政府説明責任プロジェクトが命名したものである。NSA にはトレイルブレーザーより以前にシンスレッドという同様のプログラムがあった。これは合衆国市民が生まれ持つプライバシーを守るためのプロジェクトで費用も安かったが NSA はシンスレッドではなくトレイルブレーザーの新規開発を選んだ。トレイルブレーザーは後に テロリスト監視プログラムや NSA の令状なしの監視の一部になった。2002年に NSA は技術実証の叩き合いの開発のために軍需企業のサイエンスアプリケーションインターナショナルコーポレーション社が主導する共同事業体を選定して2億8000万ドルの契約を結んだ。このプロジェクトにはボーイング社 IT 企業のコンピューターサイエンスコーポレーション社や ブーズ・アレン・ハミルトン社などが参加していた。プロジェクトの監督者は NSA のウィリアム・ B ・ブラック・ジュニア専門官だった。ブラックは NSA からセイックに転職し、2000年に NSA 長官のマイケル・ヘイデン将軍によって NSA に再雇用された人物だった。セイックの経営陣には元 NSA 長官のボビー・インマン将軍もおり、セイックはトレールブレーザーの構想段階にも、 参加していた。国防総省の観察相関室の監査報告書、NGO 団体の政府監視プロジェクトなどが情報公開法により入手した。その後、NSA の観察相関室はトレイルブレーザーに関する報告書を作成し、不適切な契約に基づくコストの増大、作業記述書の管理規定の批准種受け負い作業員の過大な労働単価について論じた。 2004年のアメリカ国防総省の観察相関室の報告書もこのプログラムを批判した。報告書は NSA は国家の安全保障の下級の必要性を無視したとし、トレイルブレーザーの事業遂行は乏しいのに非常に高額であると論じた。一方、プロジェクトの契約会社の中には国防総省の観察に協力すると経営上の仕返しの恐れがあると、 心配している会社もあった。NSA 長官も国防総省の観察にはいくつかの点で同意せず、報告書には不一致に関する議論が残った。2005年 NSA 長官のマイケル・ヘイデン将軍は上院の公聴会でトレイルブレイザーは予算を数百万ドル超過し、スケジュールも数年遅れだったと述べた。2006年数十億ドルの費用をかけた計画は打ち切られた。 雑誌ニューズウィークのホーゼンボール記者の匿名の情報源の NSA 職員たちは計画は浪費的な失敗だったと語った。トレールブレーザーに代わる新しい計画はタービュランスと呼ばれ2007年からはプリズムも始まった。2011年のザニューヨーカーの記事によると NSA 職員の幾人かが計画の初期段階でダイアンロークに会っていた。ロークは 会員情報委員会の NSA 予算の専門家だった。彼らはトレイルブレーザーに対する不平を並べた。NSA 長官のマイケル・ヘイデンは部下にメモを送って、はぐれ者どもが議会の監察官と会合を持って、我々が組織として従うと決断したことに、真っ向から反対した我々の決断に反する行動は、我々の NSA 改革の努力に、 深刻な悪影響をもたらすだろう。私は彼らを黙認できない。2002年9月に職員たちは行動を起こし、国防総省の観察総監室にトレールブレイザーの問題点を訴え出た。訴えた面々は前日のロークと NSA の上級分析官のウィリアム・ビニート・カーク・ウィービー、コンピューターシステム上級分析官のエドルーミスで、彼らは情報取得の管理不備と、 違法な国内盗庁を理由に NSA を退職していた。告発の主な情報源は NSA の上級幹部のトーマス・アンドリュー・ドレイクだった。ドレイクは NSA の問題点やプライバシー保護などの新スレッドの優位性を上司に何度も訴えていた。ドレイクは問題調査の間国防総省に情報を提供した。ロークも 会員委員会の上司のポータージェイゴス議員のところに行って問題点を訴えたが、すげなく断られた。ロークは当時の最高裁長官のウィリアム・レンキストにも連絡を取ろうとした。一方、ドレークの上司のモーリン・バジンスキーは NSA で3番目に行為の幹部だったが、行動の合法性に心配な点があって参加しなかった。2003年。 NSA の観察相関室がトレールブレイザーを高価な失敗だと発表した。トレールブレイザーはその時点で10億ドル以上のコストがかかっていた。2005年、国防総省の観察相関室が2002年のロークたちの訴えの調査結果に関する報告書を作成した。報告書は公開されなかったが、非常に否定的な内容だった。ニューヨーカーのメイヤー記者は、 報告書は予算超過でちょうど議会から追及されていたトレールブレーザーの打ち切りを早めたと報じた。2005年、ドレークはボルチモアさんの取材記者のシボーン・ゴーマンに連絡した。ゴーマンは NSA の諸問題についていくつか記事を書いており、その中にはトレールブレーザーの記事もあった。この連載記事でゴーマンは職業ジャーナリスト協会の賞を受賞した。ちょうどその頃、 ニューヨークタイムズのジェームズ・ライゼン記者が、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が、裁判所の許可を得ずに、NSA に国内を違法に盗聴させている事実を明らかにした。アメリカには、憲法修正条項に、令状主義があり、1970年代の、ウォーターゲート事件の反省から、外国庁法監視法が定められており、国内の盗聴には、制限があった。また NSA は、 国外の通信を傍受する組織のはずだったために大問題になった。しかし、ブッシュ大統領の決意は固く、外国庁法監視法を修正して、盗聴制限の緩和を進めた。ブッシュ大統領は FBI に NSA の電子監視プログラムの情報をニューヨークタイムズに暴露した人物を探し出すように命じた。2002年に、 国防総省の観察総監室に訴え出た職員たちはニューヨークタイムズの暴露とは無関係だったが FBI の調査は最終的に彼らに向かった2007年ロークとビニー、ウィビーの家を武装した FBI の捜査員たちが吸収したメイヤー記者によるとビニーは FBI が自分と妻の頭に銃を向けたと主張している BB はソ連邦を思い出すと語った。しかし彼らは誰も何の罪でも起訴されなかった。数ヶ月後の2007年11月、今度はドレークの家が FBI に吸収され、コンピューターと書類が押収された。2010年、ドレークは公務執行妨害や誤情報の提供、1917年に成立した情報活動取締法違反などの罪で、 合衆国司法省により起訴された。これはバラク・オバマ大統領の内部告発や情報リーク者に対する弾圧の一つだった。政府はロークに防御の証言をさせようとして、ドレークにも同じような要求をして司法取引を持ちかけたが、両人ともにこれを拒否した。2011年6月、ドレークに対する最初の告発は取り下げられて、代わりにドレークは 軽犯罪を認めた。ありがとうございます。